拠点の南側の橋を今作っておりますが、中央、そこが、ここ合計全長111マスで、その中間だから56マス目のところがそこで、ここの柱 3×3 マスで、中 5×5 マスにしてみようかなと今考えてるとこですね。届かんかな、あそこ。中央のあそこから行ったら、こっから、入れないか。側をまずやるかじゃ。1、2、3、4、5、6、7、8だから、2、3、2、3で合計5マスよね。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、1、2、3、4、5、2、4、5、2、4、5。一応置かないようにしといて、で、こっから上の高さを、ここから数えて11マスにしようかな、一旦。確かここは10マスでやってたんだよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だから、奇数の方が多分何かと間取りやすいから、11マスにしようか。3マスまでしか届かないんだっけ。まあちょっと最終的に装飾するから、あれなんだけど、この今やってる作業は目安でしかないんだけど。病にいるな。まあ目安作るのが終わったら一旦回収することにはなるから戻ってはくるんだけど、ああ太いね、柱的にね、いいかもしんない。でそこ柱立てて、で、一旦この目安のブロックを置いてから装飾していくと。どんな素材にしようかな。めっちゃあったのに、みるみる、みるみるなくなってきます。切っとこうか。基本磨かれた安山岩でやって、ちょいちょいアクセントとしていろんなブロック入れていきたいね。まあ最終的にはだいぶ入れ替えるとは思うんじゃけど、地下倉庫になかったでしょうか？あるかもしれない。まあ、とりあえず、多分そこ入ってるので足りるとは思うんだけど、目安つけるの終わっ
ったらあとは回収していってになるから、今が一番使っとるわな。さすがに足場いるなこれ。一旦こっち側からやるか。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、2、4、5、2、4、5。多分10マスでやってるけど、一応目視で確認しとかんと怖いな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だからプラス1。で、一応一旦閉じとこうか。で、そこと高さ合わせるから、ここも一旦これで繋いじゃうか。よし。向こうの高さ一旦半分にするか。こっから見て、ここ11マスで、ここ11やけど、ここを奇数にしようと思ったら5マス。5マスか。5でいっか。1、2、3、4、5。で、そこまでやって。で、赤く区切るか。1、2、3、4、5。あ、2、3。
下側できてないけどね。この太さでいくと。2時間くらいか。どうしようかな。形にはなってきたかな。 OK、 ちょっとアーカイブ区切るか。